はい、皆さんこんにちは、フラワーディストシンです。もうすっかりね、日本はねお正月モードです。そんなお正月モードにこう花を添える、まさに花を添えるんですけど、今日はねこちらの竹のねこの器を使って、これまあ竹普通にこう切っただけですよね、真横に切っただけですけど、こう使ってこうお正月のお正月っぽいアレンジメントをね紹介していこうと思います。まあこういうものがお家に一つあるだけで全然こうお正月モードがうんと上がって、おせち料理も美味しく感じるだろうし、お正月のテレビも面白く感じるだろうし、お正月休みもうんと長く感じるだろうし、まあ、そんな感じですね。でこちらのねアレンジメントは、例えばこう、まあ、今簡単に今ね竹のこういう器は簡単に作られるんですけど、手に入らないよっていう人は、どうしても手に入らないよっていう人はこの動画を見てお正月モードにしたってください。ではね、早速制作していきましょう。皆様をお正月の世界に連れていきます。カモン。見ましょう。はい、ではアレンジメントを始めていきます。まず最初にこちらの寿松を入れていきましょう。これは少しこう竹の器からちょっとこう出るような感じですね、に入れていきます。でこう短くなったものも梅に使うといいですね。捨てちゃわないで梅に使いましょうね。梅に使いましょう。そしたらここでこのハボタンをね短くアレンジに入れていきます。ハボタンちょっとこうやってね、花びらをこうやって、花びらというか葉っぱかをこうやって開いてあげると綺麗に色づいて色が見えてきますね。でもう少しこの松を入れていきます。これでちょっと奥行きが出ましたね。続いてこのね黄色いピンポンマムをアレンジに入れていきます。これ数枚つける葉っぱが結構重要なんですよね。これをどう残していくか、今回1枚にしよう。こんな感じですね。そしたらここもうちょっと短めに玉ねぎをもう一個入れます。はい、このような感じです。そしたらこの手前のねこういう周りにですね染料を入れていきます。こちらが染料ですね。この染料を周りに入れていきます。なんかこういう染料とかが入ると一気にお正月モードが高まりますね。はい、このような感じですね。そ
したら最後にこの柳を入れて、細くて見えますかね、ラインを出します。で、U ピンとかを使って今みたいにこうアレンジの中にこの枝の先をね、柳の先を入れ込んでいきます。で、これ例えばこういうところで結ぶのもありですね。はい、こちらで完成です。正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。結構ね、かっこいいでしょ。こういうお正月のアレンジメントって本当にかっこいいんですよ。だからぜひね、こう食卓とか、まあ食卓じゃなくても玄関でもどこでもいいんですけど、必ず一箇所ね、ぜひお正月は置いてほしいと思ってます。なので、まあ、作るとこからね本当はやってほしいので、ぜひトライしてみてください。ではね、今日はこちらのアレンジメントを紹介しました。で、まあ、ポイントとしては最後の柳ですよ。柳、この柳、U ピンで留めたりこう縛ったりしてましたけど、このやり方で結構これアクセントラインっていうんですけれども、このアクセントラインの入れ方でこのアレンジメントは随分変わります。ぜひ試してみてください。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time。さすがにアクセントラインすごいね。ちょっと違うぜ。やっぱ中国まで出版で進出しただけあります。最高のラインです。